自分が虚空に包まれると気づく。エンターか A ボタンで続ける。エンター。大いなる灰のベルゼブブ、ごきげんよう小さき者よ。我が輩のことは気にするな。いや、まあいかにもベルゼブブなね見た目しておりますけれども、はい。ニューゲーム、ヘルテイカーの旅路をもう一度辿るというのか。はい、ナレーターが必要やもしれぬな。喜んで務めさせてもらおう。ある朝、君は夢を見た。悪魔の娘たちでハーレムを作る夢だ。まあ簡単に叶えられる夢ではない。命を落とすこともあり得る。悪魔の娘っことイチャつけるんだ、俺の玉くらい安いもんだと君は言い放ち、地獄に降り立った。ヘルテイカー。はい、ということでいきなり始まりましたが、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回はですね、こちらです。はい、今言いましたけれども、ヘルテイカーというね Steam のゲームをやっていきたいと思います。まあ本来ね、英語オンリーのゲームなんですけれども、まあ日本語パッチをね有志の方が出してくださったということで、こちらの日本語版でやっていきたいと思います。まあパズルらしいですね。なんかちょっとクリプトオブネクロダンサーの危害を感じますけど、お、倒せる。パズルですね。これ多分、あの下の方でハートを出している娘っ子のところに行って、ハーレムを、あ、これ。しくじり、あー死ぬんかい。失敗すると死ぬ。失敗すると情け容赦なく死ぬ。えげつない。これが地獄の掟。私パズル苦手なんですよね。こうじゃろ。こうじゃ、このゲームはあれですね、ガチパズルだから結構難しいですよ。いやー、私昔のポケモンの時代からあれですからね、こういうパズル苦手ですからね。あ、いやー、嘘でしょ。あー、手数が決まってるのか。動ける手数が決まってるんですよね。なるほど。つまりあそこをああすればいいから。わからん。ヒントがありますね。ヒントを聞きましょうか。まだ悪魔の娘を見つけていないのか。ヒントが欲しいのに聞く相手がいないのは辛いものだな。我が輩が可愛いのは承知の上でだが、ナレーターの務めがあるのでね。なるほど。つまり今はヒントは得られないということですね。つまり最初の面ぐらいはヒントなしでクリアしてみせいやというゲームからのご意志である。やってやろうじゃねえかよ。わかりました。こうですよ。どうですか？ありました。読めない。パンデモニカちゃん、地獄お客様窓口担当パンデモニカちゃん、ご用件は何でしょうか？結婚してください。お、代わりに俺がお前の担当になって、選択肢があるんですね。地獄を出て家でいろいろするぞ。代わりに俺がこっちでしょう。ありがたい申し出です。あ、よかった、正解だった。作成です。じゃ、フェイルもあるってことですかね。失敗もある。お、ハートがめっちゃ出た。ヘルテイカー。これでパンデモニカちゃんが仲間になったのかな。じゃあヒント聞けるんじゃないですか。一緒に旅をするのですから、私も仕事をした方がよろしいですね。そうですね。パズル解いちゃってください。意志が必要。針山を通る際には2倍の意志を。あ、意志の力ですね。思いの力みたいな。針に時間をかけないことが鍵。あ、礼儀正しい。ありがとうございます。はい、窓口使用させていただき、10段階で評価していただけますか。それ10でしょう。10点満点は初めてです。じゃあ、行きましょうか。いた。なるべく敵はガンムシで行った方がいいかもしれないですね。これは、右側を壊していきましょうか。届け。二人きりになっちゃった。よし。モデウスちゃん、公職悪魔。もう目がハートですけれども。二人きりになっちゃった。だな、質問は受け付けない。そんなこと言ってどうせ逃げちゃうんでしょ。念のため膝を折っておくね。うおー、どこからともなくスレッジハンマーを取り出したモデウスはもはや可愛い悪魔とは言えなかった。選択肢を間違うとバッドエンドになってどうなるんだ。パズル解き直しかーい。なるほど。じゃあ選択肢を間違えないように、こっちですね。ハーレム作りで忙しくて、ああ、そっか、悪魔のハーレム、お化けなのかな。そっか、公職だからハーレムっていう単語にあれですね、食いつくんですね。作成です。よし、ヘルテイカー。なんかめっちゃ3体いる。なんだあのお宝。あ、鍵取ってからじゃないといけない感じですかね。まあ、ここもヒント聞いてみましょうか。教えて。
簡単だよ、パズルは全部スキップしちゃおう。なんかパズルもスキップできるらしいんですけど、まあ、パズルスキップするのはね、さすがにちょっとゲーム実況の手を出さなくなってしまうので、はい、とりあえず一旦私はやりませぬ。はい。罪を犯す欲求は血に刻まれ、抗うのは困難です。あまりアンデッドに時間をかけなければ大丈夫ですよ。なるほど、アンデッドは無視していこうと。そうですね、じゃあ最短手でいきますか。鍵ゲット。痛い痛い、これギャー、足りませんでしたね。じゃあこっちの方がいいか。こっちの方が持ちそうですね。持たないじゃないか。アンデッドを適度に無視していかなければいけないと。ああなるほど、じゃあこのルートですかね。絶妙に1足りないな。こうか。その1を稼ぐためにこういくと、いやー、なるほど、頭を使わないとこれはダメそうですね。アンデッドに時間をかけなければ大丈夫ということは、アンデッドはガン無視していくべき。ただあの針山はね、2を消費してしまうのであまり進みたくはないということは、アンデッドがいないかつ針山があまりないルートを進めばいい。そんな都合のいいルートありますか？わかりましたよ。上からまず針山を取って鍵を取り、こちらから倒していけばギリ足りる。よし、三つ子悪魔のケルベロスちゃん、人間、本当に人間、かわいいかわいい、連れてく決まりだ。何も聞かんぞ。人間界を堕落させる時が来たんだね。やばいこと言ってますね。可愛いからよし。ヘルテイカー、次、じゃヒント聞きましょうか。今回のパズルは特に話すことはなさそうですね。マジ？匂いしない？オレンジベリーにウォッカ。マリーナ、マリーナちゃん、おー、ワンワン、マリーナちゃんね。まあ余裕でしょ、こうでしょ。え、あ、じゃあまず鍵を安定して取らないと始まりませんね。で、鍵を開けなければいけないということは、鍵の右のマスを下に押し上げることが必須であるということですね。ということは、おのずと道はこう。何をやっておる。こう、一見遠回りのように見えて、これが実は近道ということですね。はい、届きました。マリーナちゃん、毒舌悪魔、能天気なバカが来たか。何しに来たの？なんか選択肢が難しいですよ。ただ毒舌だから罵ってくれって言うと、多分逆になんかこうね、殺しにかかってくる気がするんで、なんか全く脈絡のないこっちのコープキャンペーンの実績を取る相手を探しているが正解に違いない。当たった。単性シミュレーションゲームやるってんならいいけど、渋いかな。ヘルテイカー、はい、じゃあヒント聞きましょう。またあんたネクロダンサーやったことないの？あら。あります。針が出るタイミングが気に入らなかったら石でも切ってやりゃいいじゃん。なるほど、煙の匂い、ズドラーダ、名前が強そうですけど。勘弁してよ、勘弁してよって何なんでしょう。ズドラーダ、あーなるほどね、はいはいはい。ほーんほーん、まあまずは鍵を取らなきゃですけど、ここ刺さるな。いきなり取りに行っちゃうと針山に突き刺さってしまうので、あーそうだな、やっぱ石を使ってタイミングをずらすのが大事。よし、でここで上に行ったところで何もできなくなるので、こっち次出るな、次針が出てしまうな。あ、次針が出るな。いきゃ、届かぬ。ここまでは何も考えずに行ってよし。でここはやっぱり石を蹴ってタイミングをずらして鍵を取るまでは合ってると思うんですよね。いた、
これもうダメなのでは。いた。にゃこれでどうでしょう。届いたでしょう。よーし、ハーレム作ってんだろ。うちも入るわ。すごい、タバコ吸ってる。待って、嫌な、もうハーレムではない。いや、こ、うん、あ、うん、どっちだどっちだこれ。ただ、さっきあれですね、さっきの子が勘弁してよみたいなことを言っていたということは、この子はさっきのことはあんまり仲が良くないので、単性趣味はあまり好きではないので、待って、嫌な予感がする。よし、タバコスパー正解ですね。サクセス、イエーイ。だいぶハーレムも増えてきたんじゃないですか。じゃあここもヒント聞きましょう。あ、なんかすごい可愛い天使みたい。うちにヒント聞くなよ、オタクじゃねえんだし。なんというハリヤマアンジャン、死んでこいよ。姉貴、あ、姉妹なんですね。マリッチェ、一人でキモオタゲーム。黙っててくんない。仲悪いですね。仲悪いですね。おお、これ、これ、自殺する。あ、やめ。死ぬんかーい。本当に死ぬんかーい。じゃ、今回はヒントはあまり見られないと思った方がいいのかな。じゃあ、先進んでいきましょうか。間違えた。これ、間違えましたね。これで行くと何もできなくなってしまうので、失敗です。さて、とりあえずは鍵を取りに行くのが正解なんでしょうが、ここ、いや、そもそもこれが間違ってるのか。ああ、そもそもこのルートが間違ってるくさいな。鍵塞げるんだ。じゃあ、この、いた。このルートで。あー、あいつがいると何もできない。じゃあ先に鍵を取り、いやでもこれだとやっぱり右の方がどうしようもなくなるので、結構手があるんですよね。結構30、40手ぐらい使えるので、となるとやっぱり先にこうか、こうだ。これで両方の道を確保しておいて、いやダメだって、ダメだって、これだとやっぱ右が行けなくなっちゃうから、これじゃダメなんですよ。うん。冷静になって考えてみると、最終的に動線を開かなければいけないので、鍵を開けて動線を開くということを考えると、あのスケルトンを倒すことは必須のように見える、見えますね。うん。ただあのスケルトンを倒すためには右の方の道を開けなければいけないので、わかりました。思ったより手がかかる感じですね。こうです。いた、いた。こうです。違います。いや、合ってるかも。いって、足りない。お、届いた。よくわかんないけど届いた。アザゼル。天使。天使が地獄にいる。本館。警察官的な。本館はじ、あー、どっちだろう、わかんない。これ失敗したらもう二度と戻って来られない気がする。天使を探している。ここにはあまりいない。嘘をついて天国に行けるなんて誰が予想しただろう。ともあれ、もう悪魔のハーレムは作れそうにない。なんと！天使のハーレムを作ってしまった。悪魔を探しています。悪魔学の研究。そうです。そんなところです。ハーレムを作る。そんなところです。
ヒントを聞きましょう。試行錯誤が必要そうである。ゆっくりと、かなり歪んだ恋愛論をご教授いただいている。乱暴することもあるよね。だからほんと怖い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 。影が一番最初に見えている。あー、なるほど。32点。これは多分トゲを行かないようにと思いきや、実はトゲを進まなければいけないパターンですね。どうですか、鍵取りました。これ先にあの悪魔倒しといて、あの骨倒しといた方が良かったかもしれないですね。いや、普通に戻れるか。あとは手が足りるかだけですね。これは、多分あと5手じゃ足りないけど、方針を考えておかなければいけない。あの、鍵をどうせ開けなければいけないということは、真ん中を開けなければいけないので、多分右を上にずらすんでしょうね。こうなんでしょうね。うびゃー、先に骸骨を倒しておく。あ、でもこれするとあれだ。一手ずれるから、すべてのトゲに当たることになってしまい、こんなのではクリアはできない。先に一発岩を蹴る。はい。これ先進めなくなってません？これ失敗ですね。これ失敗ですね。岩を蹴り、こう上に行って、この岩は無視して頑張って戻る。してもうない、もうないじゃん。先に岩を上にどかす。そして鍵を取りに行く。取った、ずらす。いけない、死ぬ。多分これをこうは合ってる気がするんですよね。となるとこうして倒して戻っていたがいけなくなるんだってば。あ、倒す必要ない。これでどうでしょう。あー、足りない。スケルトンを倒す必要はあまりないのではないか。痛い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 。よし、届いたー。パズル届いちまったのか。すげえな、ジャスティスさん。いやー、グラさん、だいぶ手こずったな。だいぶ手こずった。よし、だいぶパーティー、だいぶ手こずったのでパーティーしましょう。なんですか、この、あからさまな。届かない。あーはん、横から行けと。割り込めと。お、風格が違う。ルシファー、すべての試練を突破し、己の価値を証明した。魂を言う、捧げちゃう。女王様、けなげなやつめ。あぎゃー！そうですね、ここにはハーレムを作りに来たんでした。ハーレム、ハーレムです。ハーレムですよ、ルシファーさん。私の、ハーレムに入りませんか？いや、奴隷にするだなんてそんなことはないです。ハーレムに入りませんかという。コーヒー単成シム、チョコパンケーキがあるぞ。そうです。パンケーキ食べましょう。パンケーキ好きなんだ。かわいい、ルシファーさん。イエーイ。案外楽しめそうだな。ピーン。イエーイ。はい、ということで、ヘルテイカーでございました。まあ、最後までね、クリアしたわけではないんですけれども、かなり骨太なパズルがね、多くて、まあ、頭使ったゲームがやりたいよっていう人には多分バッチリなゲームなんじゃないかと思います。あと、何より、女の子が可愛いので、はい。こういうね、悪魔っ子たちとハーレム作りたいっていうね、欲望溢れるあなたはぜひぜひ、こちらのヘルテイカーね、プレイしてみてはいかがでしょうか？はい、といったところで、ご視聴ありがとうございました！